ダメだ。今は目に見えるバグがないということでしょうか。でも、この感覚は前とかなり似ている。ビタさんの話によると、ここは精霊の道。ひとまず落ち着いて、経緯をまとめましょう。私が箱舟で人為的崩落の力を使おうとした瞬間、すぐに何らかの意志による干渉を受けた。おそらく創造神、シャという存在の仕業でしょう。つまり、特別な何かや十分な脅威にリアルタイムで反応できるということ。人為的崩落を使おうとした時に放出したエネルギーは、まるで闇に灯された光みたいに、すぐに攻撃の的になった。相手は私の投影を乱し、もう一度このメイムに飛ばした。だから、正体不明のこの力で相手と戦うのは、そもそも不可能だ。シャを倒すには、ビタさんの協力を期待するだけじゃなくて、この投影を完全に把握しないといけない。ここを出る方法が使えないなら、今はどうやって中に入ったのか、理屈の方向から分析した方がいいのかもしれない。その後、グレーシュは能力を使って、ここにいる私が投影だと見抜いてくれた。広い意味で言うと、感覚器官を欺いていたんだと思う。まさか、今の私のあり方は、四季の律者と大して変わらないのでしょうか。そしてメイムは、その感覚を遮断するもの。だから投影の状態が不安定になると、私はここに閉じ込められる。おそらくモリアーティの計画にとって、それは想定外の出来事だったはず。つまり、このメイムは私を閉じ込めたわけではなく、滝から落ちた私をキャッチしたのでしょうか。もしシャが本当に創造神だとしたら、今の行為はまるで閣下相擁。モリアーティと同じように、シャの本来の目的は私をメイムに放り込むことではないはず。ビタさんが何度も私の投影を奪おうとした理由も説明がつく。私の投影を構築してくれた人は、強さを維持することはできても、その行動の方向と形は変えられない。それに彼女は気づいているのでしょう。だから、私の投影を奪ったとしても、強制的に追い出される心配はない。結局、問題はそこにある。一体誰がこんな形で私の投影を作ったのか、その目的は一体何なのか。その人物は、地球から太陽系の外縁まで、個人専用回路を作るほど強い力を持っているのに、現実面で私の投影に干渉することや、支援することができない。ただ触媒のように、私をここに送る必要条件を維持して、そして、待って。今の話はどこかで聞いた気がする。そうだ。私が最初、地球から離れた時、まさかこの声は、私がそう考えるように誘導している。その通り。この声はあなたがそう考えるように誘導している。それは、とあることを引き起こすための必要条件なのだから。あの声も、私をここに導いた人物も同じことを言った。私の考えを読み、暗示をかけられる人物、しかも指揮の律者ではない。ここの状況を把握でき、私のために必要な条件を用意できるのに、直接干渉することはできない。私にこういう力を与えたのに、何も求めず一方的に私を守っている。しかもメイムの中にわざわざ私に見せるためのノートを残して。ああ、来るがごとく、あるがごとく、久しぶりだね、ふわ。君とグレーシュが無事でいてくれて、僕は嬉しいよ。それは私のセリフです。デュランダルさんから話を聞きましたが、あなたはもう観測可能な世界に戻ってこられないのだと思っていました。事実はその通りかもしれないよ、ふわ。しかし、観測が双方向だとは限らないんだ。今まで僕は君たちの世界、君たちの一挙手一投足が見えていた。君たちとケビンが終焉を乗り越えた瞬間も同様にね。しかし、ようやく今、君に、一緒にいた君の戦友たちに、こうして伝えることができる。君たちは、よく頑張った。君でも、君たちでもありません、スー。私たちです。本音を言うと、あなたが姿を見せた時に、こんな短期間で二人の旧友と再会できるなんて、すごく感慨深い気持ちになりました。でもよく考えてみれば、これは偶然ではないのでしょう。あなたが私をここに導き、グレーシュと再会できるようにしてくれたのですね。今でも、あなたは懸命に私たちの世界を観測し、慎重に干渉を行っています。今回も、投影という形で私をポロスに送ったのは、グレーシュを助けて欲しかったから。そうですよね。君の考えは間違っていないよ、ふわ。ただ、概念的な違いがいくつかある。君も知っているように、僕の存在は、とうに固有世界から離れている。僕はすでに灯され、高く登り続ける、天灯のようになり、大地を俯瞰する強い力を手にした。しかし、もう二度と地上の草木に触れられない。僕はこの世界にかなり限られた、しかも一方的な干渉しか行えない。だから、遠回りなやり方で君を導き、何の説明もなく、君を投影という形で、そこに送った。不本意ではあるけどね。君が自身の考え、感覚で、僕の存在にはっきりと気づいた時にだけ、僕たちは今のように、お互いに会話ができる。だから、よく頑張ってくれたね、ふわ。ありがとうございます。でも、ということは、グレーシュもずっとあなたの観測範囲内にいたんですか？厳密に言わなければ、そうだね。最初から、そこまで遠い星を観測できたわけではなかったけど、コツを把握し始めた頃から、僕に対する空間の束縛も、徐々に弱くなっていったんだ。ただ、彼女の現状に対して、僕はどうすることもできない。僕が干渉できるのは、この星で眠りに入った彼女本人だけだから。それって？肉体の死を境界にするなら、僕は生前に触れた対象にしか干渉できないんだ。それは、僕がこの世界に残したアンカーポイントで、僕と世界の間にあるわずかなつながりの印となっている。事実、そのアンカーポイントも徐々に消え、いつかは僕も完全にこの世界から離れるのだろう。しかし、そうなるにはまだ時間がかかる。だから、力が足りているうちに私をここに送ったんですね。それも理由の一つだけど、より重要なのは僕たちの敵、社の動向だよ。君は基本的な情報を把握しているはずだ。相手の能力はかつての僕とそっくりだが、長年量子の海に潜み、エネルギーを吸収し続け、無限に膨張を試みている。まるで、貪欲で巨大な幽霊草のようだ。僕が初めてそれを観測してから、成長速度は少しも衰えていない。地球にとって、それはずっと潜在的な脅威だった。ただ、終焉を乗り越えるまで、潜在的な脅威は明らかに表の脅威ほど重要ではなかった。でも、今は違います。ああ。それに、世界の日々に蔓延している社の末梢にも、分離し、緩む傾向があって、地球の世界の泡に勝手に干渉することもあったんだ。僕は、時間を俯瞰できるが、未来を目視できない。観測してしまえば、箱の中の現実が決まってしまうからね。僕は、世界を遠くから眺め、滅多にない波動や曖昧な可能性に気づくことしかできないんだ。これは最高のチャンスであり、最後のチャンスの可能性でもあった。だから、僕は、社の本体が現れる場所に君を投影した。ただ、君に知らせていなかったから、投影は不安定だった。いいえ、投影は私の異なる時期を再現してくれました。スーがそうしなかったら、私はグレーシュを目覚めさせることもできなかったでしょう。それは、兵士を無理やり召集してから、高い武器を渡すようなことだよ。とにかく、僕は自分の独断と無礼のことを謝る必要がある。事実、僕は主観的な意志で君を選んだんだ。何せ、僕が干渉できる対象は少ないけれど、君が唯一ではない。例えば、この時代にいる僕たちの後継者、スターアンカーを持つ、あの天元のものだ。僕たちは、趣味消しの中で話したことがあるから、縁があると言える。それと、君と肉体を共有していた、この世代の律者もそうだ。僕と彼女のつながりは、間接的なものではあるけれども、干渉すること自体はできる。しかし、これほど遠い距離の投影は、僕にとっても難しく、一人しか選べなかった。だから僕は、君を、過去の戦友を選んだんだ。複雑な計算があったからではなく、君のことをよりよく知っていたから。ただ、それだけなんだ。もちろん、僕は君の代わりに決める権利など持っていない。それに今となっては、君もすぐ近くにある危険を感じているはずだ。だから、何とかして、式の律者にお願いしたんだ。君と別れた後、彼女も、ちょっとした苦労をしていてね。無事に地球に戻ったばかりだよ。彼女は、精神領域の能力を持っているから、本来なら、僕の存在により気づきやすいはずだが、そのユニークな性格のせいか、ちょっとしたエピソードがあったんだ。幸い、最終的に無事合意を得た。ふわ、君がこの争いから身を引き地球に戻りたいなら、四季の律者をアンカーポイントにして、すぐさま東映を地球へと送り返すことができる。今回の件の後任者に関しては、デュランダルに意向を聞くよ。お気遣い、ありがとうございます。ですが、私の答えを知っているはずですよね。私を選んだのは、私のことをよりよく知っているからだと話していたじゃないですか。ああ、そうだね。では、次の話題に入りましょう。私は社に気づかれて、あの世界から放り出されました。以前、バグを広げれば、ここから出られるとも教えてもらいましたが。残念ながら、その手段は、もう取れなくなったよ。今まで君が遭遇していたのは小さな干渉だ。でも今回は社が直接投影を拒否している。君の推測通りその過程に干渉する能力など今の僕は持っていない。湖面に浮かび、今までは自身の張力でそよ風に抗ってきた葉が、今は外力によって無理やり水の中に沈められてしまったようなものだ。じゃあ、私たちはどうすれば？安心して。今の僕が直接君のために新たな道を切り開くことができないのは、この身のあり方が特殊だからだ。僕の使命は観測のみ。今のように君と会話できること自体がすでにめったにない奇跡なんだ。しかし、君の後ろ盾は僕だけではない。君に道を示す能力を持っている人は、まだ他にいる。そして、彼女は本当の意味で、君に実行可能な作戦をもたらすだろう。彼女、ですか？もうすぐ会えるよ、不破。その時に、君も理解できるはずだ。グレーシュによろしく伝えておいて。これからの道は、君たち二人で切り開かなければならない。君たちならできると、僕は、そう信じているよ。まずはこの方向に向かって進みましょう。イデアの種？どういうことでしょう？あら、ごめんなさい。ちょっとミスをしたみたい。私が何とかしてあげましょう。お詫びの代わりにね、ふか。ごめんね。この子たちにとって長旅は珍しいから、つい興奮してしまったようなの。もちろん、あなたとこの空間の特異性が原因になって、過剰反応を引き起こした可能性もあるかも。誤解だから、あまり気にしないで。あなたは、社に宛ての？言われてみれば、私たちは初対面みたいね。お互いの名前はよく知ってるけど、常識通りに。まずは自己紹介をした方がいいかしら？ふか？いいえ。あなたのことは知っています。ミステルさん、もしくはウサギさんですよね。どうしてここにいるんですか？はあ、話すと長くなるのよね。もともと。私はとある陰険で恐ろしい強敵を追っていたんだけど、その途中で予想外の出来事を知って、新しい使命を託されたの。どうやら人生という道も、想像していたように簡単じゃないみたいね。強敵とは？私にとってはかつての強敵だけど、フカにとっては仲間かもしれないわね。それって、ビタさん？実は、彼女とも一時期同盟を結んでたの。ただ、彼女にとって裏切りは呼吸のように簡単だったみたいね。私17号精霊四季の律者、それから多くの人たちは彼女の罠にはめられたのよ。なるほど、どうりでゼーレさんのことを知っているのですね。ですが彼女は初めて姿を見せた時から怪しいことをしていました。私たちの協力関係はあくまで一時的に利害が一致していることから成り立っているに過ぎません。つまり私とは不完全な信頼関係をキープした方が有利だと彼女は思っているのでしょうか。とにかく私の推測だと誰かに頼まれたはずなのよね。あなたを窮地から助け仲間たちのもとに戻してほしいってはず。第8巻イデアは人類の知識の結晶だけど、それだけじゃなくて世界の外部から先見的な知識を偶然得られることもあるの。私の理解から言うとね、宇宙ではいろんな文明でイデアに類似した命が誕生しているのかもしれない。私たちは直接交流できないけど世界の日々の中から相手の痕跡を発掘することなら可能なの。今私がタイミングよく目覚めてあなたと出会ったようにね。まさかスーのことでしょうか。大丈夫よ、あなたの命のあり方はイデアと全然違うもの。マナとアラヤの違いが分からなくても仕方がないわ。私たちが直面してる問題に戻りましょう。私はすでに派遣したスパイのおかげでそっちの状況を大体把握してるから説明はいらないわ。直接作戦の話をしましょう。例えば私が先方になりあなたのために道を開くとか。ですが先ほどの話だとあなたは重傷を負ったばかりでまだ弱っているはずですよね。あら、あ、誤解しないでくださいミステルさん。実力を疑っているわけではなく、ただあなたが心配なのです。そう考えてくれてるのね。でも安心してフカ、あなたが見たいというのならいつでも見せてあげるわ。どうして急に攻撃しだしたのでしょう。あの攻撃は私に向かっているのに敵意が感じられない。それに当たった時の感覚に何かが混ざっているような。ミステルさん、空間が変化し始めている。なるほど遠回りするのが好きなんですねミステルさんええ、それでは一気に。見つけました。この方向です。